シリキクの状態になった、線香花火メディアを再生する線香。花火線香花火は、日本のおもちゃ花火の代表的一種で、手持ち花火の一種。花火線香とも言う。江戸時代前期に開発された。その名は、ゼラチンで練った黒色火薬を稲わらの先に塗って火をつけ、航路に線香のように立てて遊んだことに由来するとされる。基本構造には、凄手と、 長手とがある。壺では西日本に、長手は東日本に多い。壺手は竹ひごや藁でできた柄の先に黒色火薬が剥き出しに付着している。使うときは先を上げる。長手は和紙の小よりの先に黒色火薬が包み込まれている。使うときは先を下げる。 もともと、最初に稲作の盛んだった髪型ですぼテが作られ、釘の遊びとして用いられた。釘の間では、現代のように手に持つものではなく航路の灰に立てて、干渉していた。この様子が線香を立てているように見えたことから、線香花火と呼ばれるようになった。やがて江戸にも広まったが、江戸では藁が手に入りにくかった。 壺手が販売されてから数年後、藁の代わりに和紙を使った長手が作られ、今に至る。黒色火薬は、小石、硫黄、炭から作るが、線香花火の火薬には、本来は炭として、硝煙と浅炭を使う。硝煙は、松の切り株から作られる油炎である。近年は、入手が困難で、代用品を使うものが多い。 火薬の使用量は0.06から0 0 8ムである。火花を生むための特別な薬品は添加されていない。鉄をヤスリで削り、鉄粉をオブラートに並べてねじって棒状に包むことで簡易的なものを作ることができる。手で持たず、ピンセットで挟んで着火すること。江戸時代前期前半、大花火が流行すると、子供向けの玩具花火の開発も図られ。 漢文年間に作られ始めた。両国川開きの時節などには子供が売り歩いた。明治時代になって新しい洋歌花火が登場してからも安くて安全な手花火として先行花火は親しまれ続けている。日本国内での生産は長らく日本の職人が担ってきたが安い中国産が出回るようになって以降国産品は次第に姿を消していった。 1998年に福岡の製造業者が撤退し、この時日本国内の製造業者はわずかに一社だけという状態に陥った。ことここに至って強い危機感を抱いた老舗花火宮、山形商店の山形常博会長らは伝統を消してはならないと産地に再び生産を呼びかけたところ、これに応じた数社が生産を始めた。日本国内で流通する。 先行花火のほとんどすべてが中国産になってしまった中から3年計画で日本産の復活を目指した。その後も安い中国産には立ち打ちできず国内シェアは数パーセントに過ぎない。しかし日本産は貴重な高級品としてブランド化に成功しており、廉価な中国産とは異なる市場を獲得してはいる。先行花火の燃え方には段階があり、 それぞれの段階には名前が付けられている。これらは温度変化によって状態が変化する現象である。日本人はこれに人生を重ね合わせてもいる。玉は溶融したようや各種不純物が表面張力で球状になったものである。玉は落ちやすく、落ちてしまったら終わりなので、なるべく動かさないことがコツである。純粋に火花を眺める楽しみ方の他に、 誰が一番長く消さずにいられるかを競ったり、消えるまで玉を落とさずにいられるか挑戦したりする遊び方もある。先光花火は手花火を親季語とする夏の季語である。詳しくは手持ち花火季語を参照のこと。日本語では先光花火の特徴をになぞらえて、最初こそ勢いよく花々しいが、すぐに衰えてしまうことの例えに用いられる。 スケイダキサスマルティフロレス、シノニムハイマンサスマルティフロレスは、標準和名を、先行花火、別名を、フットボールリリーなどという。英語名は、ブラッドリリー、ボールリリー、フットボールリリー等々、極めて多い。記事各種目、ヒガンバナカヒガンバナアカ、スカドクス属、スカドクサス属の非死植物、熱帯アフリカ東部地方原産。日本では、 温室で栽培される。標準和名は、まるで花火のように花々しく赤い花を咲かせることに由来する。家計約15センチメートル。初夏に、球場の三型果樹に赤い花を数十から百個もつける。中谷浮一郎の先行花火は、1966年に発表された短編小説。中谷浮一郎随筆選手第一巻収録。ありがとうございます。